剣道。ああ、いた痛たた痛ったた健太くんどうしたの？ちょっと手を見せて手に豆ができて足の裏も。わあ、痛そう。でもどうして先月から剣道を始めたんだ。剣道は裸足で。 練習するからねなぜ教えてくれなかったの上手になったら教えるつもりだったんだでも剣道って痛そう大丈夫だよ防具をつけるからうん知ってる頭にかぶるのは何面手にはめるのはコテあの鎧みたいなのは あれ、あれはどう、どうの下のひらひらはあれはタれ竹でできている剣は知ってる、しないでしょ。その通り。剣道って侍みたいでかっこいい。僕もそう思うよ。健太くん、剣道着と袴を着て。 稽古してるの？うん。今は体操服。六ヶ月続けたら買ってもらうんだ。頑張ってね。こんにちは。こんにちは。んちは先生聞いてください。健太くん、剣道を始めました。私もずっとやっていますよ。お原先生、何級ですか？初段です。すごい。 全国大会に出ましたか。はい15年前にどうでしたか残念ながら1回戦で負けました剣道の試合って 1>, 1試合5分3本勝負で先に2本取った人が勝ちです最初に麺を1本取りましたその後 いっぽんどいっぽんとられました。にたいいちでまけました。めんどこてきょこちゃん、わざのなまいだよ。そのとおり、すきもあります。んたく君、いつ、剣道を始はじめましたかせんげつはじめました。剣道は 稽古を続けることによって心身を鍛え人間形成を目指す武道です。健太くん剣道の稽古を続けてくださいね。はい、続けます。小原先生、一緒に稽古させてください。いいですよ。来週学校の体育館で稽古しましょう。よろしくお願いします。 よしあしたからすぶり三百回かいはじめるぞけんたくんがんばってもちろんでも三日ぼうずにならないようにねぼくは三日ぼうずじゃない